ったんですけどね、本当のことをきちっと言っとかないと私たちまたわずかにいなくなります。その後資料から見て、あ、この程度があんな名前優しいものではなかったんだということを皆さんまた知っていただこうと思って、長くいなかったこともあえて伝えておかなきゃならないなと思うようになったんだ。それから手を磨いて、おばさんが助けて、あんたその待って一滴でよかって水も飲ませてくれんねって言いながら入れかかってこられたんです。私はびっくりした拍子に体がわーっとのけぞって、足が動いたって思ったら、私がのけぞってたのに、おばさんばーったりと前のめに倒れてしまいた。おばちゃん、おばちゃんと泣きながら声をかけて、おんぶしていらっしゃるね、赤ちゃんのね、首がないんですよ。ここからね、首がなくって、タラ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 と血が流れています。未だに、そこの、もう忘れることができないんです。夢に出てくるんですよ。忘れることができないんです。それを分かってください。戦争さえなければ、原爆さえ落とされなかったら、親子の絆は切断されなくて済んだはずです。妹がいない。どこの子がいない。一生懸命探しました。立っていた方たちも息が切れてバタ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 と死んでいきました。倒れたら防空の隅っこで妹の姿が見につきました。あ、そこに吹き飛んでると思って、やっと妹のそばに行き頭を叩きました。8歳の妹、第一声声を上げます。母ちゃん、助けて。妹と抱き合って母を呼びました。しかし、呼んでも呼んでも誰も助けてきてくれません。あ、そうだ。私赤ちゃんを連れていたんだ。タオどこ行ったんだろう。タオーと声をかけると、うーんと声をするんです。どこだろう。畳の上に座らせていましたから、畳と一緒に吹き飛んで、畳の裏返しになって岩に引っかかって、その三角になって、その空洞の中に入り込んでいた。それで助かりました。他の人たちはね、ひっくり返るでしょ。だから畳の下敷きになる、その下敷きになる上にたくさんの焼けただれた人のしかかりますからね、下で足、押しつぶされて死ぬこと足って言うんですけどね、足の状態で死んでいく人たちが結構いらっしゃった。私たちは3人でガタガタ震えて、死体の匂いがしてきます。ゲー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 上げながら、早く助けに来て、早く助けに来て、やっと外から声がしました。おーい、誰か助かってもらんかって声した。助かってますって、出てこいって言われたって、死体がいっぱいですから出られなかった。出られん出られんって言うと、お、子供助かってじゃないか。もうね、ギリギリ上げていたんですよ。匂いでね。抱えてもらって、外に出してもらってびっくりしました。昨日まであったお家がね、一軒もない。この家のところ。これね、資料小学校です。これが山里小学校。そして、これが浦上天使堂。今の、見てください。山里小学校と資料小学校いっぱい家が建ってるでしょ。昔もあんな立ってたんですよ。しかしご覧のように、これ何にもなくなってしまったんですよ。何にもなりません。ここの資料館は確かこの辺じゃないかな。この辺も何にもない。ただ裏関係に来られちゃうと、これが平和記念像ね。あ、平和さんの料理。裏関係に刑務所だ。あれは何年もなくなった。あとあるのはね、黒こけの死体がルイルイと転がっています。私たちは母ちゃんと母を呼びながら、うちを探すんじゃないんですよ。廃墟です。あるのは瓦礫の山。やっと我が家を探し出しました。母を呼びながら瓦礫の山を払いのけた時、瓦礫の下から真っ黒首の死体が出てきたんです。その死体は手を顔に当てて伏せて死んでるんです。誰か分かりませんでしょ。誰かの母ちゃんと泣きながらひっくり返したんです。焼けた手を取ってみると、手の形通りに焼けない顔が少しあれだったんです。あ、お姉ちゃんだ。これしか言う言葉がありません。一生懸命瓦礫の山を掘るか、熱くってたまりません。母ちゃん声なき声、たとえ呼ぼうと叫ぼうと、私たちの声のみが焼け野原に響きました。そして一生懸命母を探したんです。2、3軒先に2つの黒焦げの死体と遭遇しました。見たら、口元を見たら金歯がいっぱいあったんです。
黒ひげの死体の中にヒグマを見つけた私たち、あ、これが母だ、本当に母かどうか分かりませんが、ヒグマ一方たりの母と信じ、母ちゃんと手を振りたとき、その死体はパラッと倒れたんです。母ちゃん崩れていったやかねって妹が泣くんですけどね、どうしていいか、外で空気来た、敵来襲、早く動き寝ろ、でも母ちゃんを言いたかったんですけども、そこまでほっといていい、早く逃げろっていうので、また防空走ったんですけど、防空したらいっぱいに張り回って、入り口の岩に体を寄せ合ってガタガタ震えていました。後ろの方から名前を言います。振り返ると医学を見てた兄が助かっていました。わー、兄ちゃん助かってよかったねって喜んだんですが、それから3日はね、死にたくないっていう言葉を残して、口から汚いものいっぱいあげて、氷のように冷たくなっていきました。3人だけ助かって、どうしていいか分からないんです。で、私たちはおじいがおばが助けに来てくれましたので、連れて行かれて、お前はあっちに預かってもらえ、妹向こうに預かってもらえ、赤ちゃん向こうに、3人バラバラに親戚のうちにお世話になったなんて、まもなくしました。なぜか分かりませんが、髪の毛がみんな抜けてしまいました。鼻血が出ます。鼻血から血が出るんです。ちょっと汚い話ですけど、便に血液が混じって出てきました。あら、確かね、あれセキュリバイ、はい、病院に看板で病院連れて行かれて、それセキュリだということで、私たちは伝染病棟に隔離されたんですけど、菌が出ないんですよ。伝染病独特の菌が出ないということで、あ、伝染病でなかったんだと出されたんですけど、あいつは伝染病だと言ってる、あれとそこに寄れなくなって、妹が、兄ちゃん長崎帰ろう、長崎帰ろうって泣くので、帰ったって何もなかよって言ったんだけど、いや帰ろう帰ろうということで、なぜ帰ってきました。これがね、私たちの家です。今白見小学校、ここだけが残っています。1400名の子供たちが黒ひげになったんですね。105名の女学生が黒ひげ、ここみんな壊れてしまって、これだけが残っております。で、これが村上側です。この辺住宅街だったんですけど、ご覧のように何にもなくなってしまって、で、私たちもこの辺のだったんだけど、ここに小屋を建ててもらって、ここで生活が始まりました。小屋を建ててもらいましたけど、電気は何もありません。白小学校平成になってね、大和都小学校を復興したんです。私は大和都小学校の6年生に、妹を4年生に編入していきました。プレスコードがしっかり、プレスコード、この言ってはダメだ、このひどい被害を受けたということを言ってはダメだということになったんですね。その時、永井博士が立ち上がりました。己のごとく人を愛せよと教えてくださったんですね。自分が一番可愛いんだ、そのように人を愛しなさい。で、大和都小学校にたくさんの人たちが集まりました。博士が大和都小学校1年生から中学生全校生徒に作文を書きなさい、プレスコードが敷かれているけども、子どもたちの作文ならアメリカの方も許してくれるだろうということで、作文を書くことで、でも6年生の私、学校行くでしょ、学校から帰ったら食べるものないんです、親がいないから。それで焼け野原でしょ、もう何にも草も生えてない。そこでアメリカの兵隊さんたちが捨てた残飯、ゴミ箱、大きな穴を掘っていかば、もう200人ぐらい来て、で、私たちの小屋の前がお骨がいっぱいあるのに、バリ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 って粉々にして、鉄板が光り650m、 長い飛行場できた。だからその飛行場が作れる間、ずっとアメリカの兵隊さんたちは残飯を捨てるんです。それで私たちは急いでその残飯を拾って食べて生きてきました。缶詰のカンカンが一番良かった。缶詰のカンカンの底に残ってる肉の食べかすとか、それに私たちは負けたんです。